花をしろの女が魂。ああ、イエイイエイ。ありがとう。はい、皆様こんにちは、金尾嘉郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾嘉郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。今日がですね、今年最後の、生放送になってしまいますね。はい、まずは松下俊美さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。高橋真子さんです。どうも、すいません、ありがとうございます。今日はね、ちょっとツアー戻ってきましたね。渡辺隆史。よろしくお願いします。本当お帰りなさい。結構大変だったですか。まあね、あちこち回ってきて。本当。まあでもなんとか大盛況だったんじゃないですかね。あ、本当。じゃあね、今日実は今日ね、辻君とかもね、呼びたかったんだけども、なかなかほらみんな忙しいかなとか思ってね、あれだったんだけども、今日たけし来てくれたんで、ウォッカのね、新譜出ました。はい、ニューアルバム。ムーンシャイン。はい。この中からです。これ素敵なジャケットじゃないですかね。ありがとうございます。かっこいいよね、これね。モンシャインねの中からなんか何聞きましょう。2曲目のハーレムの丘、ハーメルの丘、ハーメルの丘。はいということでご機嫌なナンバーじゃないですか。いいね。ご機嫌なハーメルンの歌。ご機嫌なって言ったらご機嫌なナンベ。ご機嫌なナンベに聞こえた。ねえ僕はもう本当ね長いことね横浜でもう30年以上経つかな。もうすぐ40年。40年超えてないのか。貧しい生活でね。よく頑張ってるような。すごいな。うんすごい本当にねこれを機にまたね新たな旅立ちですよねこれねまた。あちこちまた行きますから。この後はどういう感じになってんのツアーは。1月またもう一回ツアー出てやるんだ。九州も行くし、九州が今度博多行って久留米佐賀あとまあ静岡も行くし京都あちこち行きます。あそうなんだね。頑張ってね、皆様によろしくお伝えください。それでまあちょっと一段落したらさラジオにもちょっと呼びたいんだけどね言っといてよろしくね。ということでね渡辺武が今日ね代表で来てくれますけどもですねザ・ウォッカーの渡辺武ですね。ということでですね頑張っていただきたいと思います。僕の方がねやっぱりいい知らせがどんどん入ってきましてですね。抗がん剤、まあ、やってたんですけどもうワンクールで終わっちゃいましたね。抗がん剤は終わっちゃいました。終わっちゃいましたってよかったじゃない。結構外科手術もしたんですけど早いですよね。でもう転移してたのがもう小腸と大腸とあと脳とすごいよね。めちゃめちゃ言ってた。聞くとね。外科手術も含めてね全部やりました。一通り脳は放射線かな。そうですね。それでいろいろやりましたけどもね、半年でクリアになりました。すごい半年だったね。半年ね。激動の半年だね。俺しかしもう生きとうやね。いやそれがものすごく実はね後でちょっといろいろお話今日じゃなくてねまた改めて話したいんですけどもものすごくこれがラッキーな面があったのよ。考えられないような出会いもあったし本当にやっぱ転移した場所もすごく良かったりとか時期的にも良かったりとかっていうねすごく守られてでまたその後に帯状疱疹になってそのままライブとかやってたら肺炎になっちゃった会員室で肺炎ものすごくきついけどそれが実は昨日一月ぐらいね全然変わらなかったのよ辛さが。でも歌えないし呼吸がまずできないからちょっと落ち込みましたね。実はちょっとうつっぽくなってきてカニがバケツのカニも鬱になるんですよ。そうバケツのカニも鬱になるんだよ。そうなんだ。いやそしたらね昨日検査行ったらそれもまたね肺がんと同じように肺がんは抗がん剤で消えたんだけど自分の努力っていうのもあるんだって。それで肺炎もほとんどないの綺麗になっちゃって。先生が喜んじゃってまた加納さんちょっと自分の力はすごいですねっていうかいや結局そういうこともあってねだから本当にちょっと諦めかけてたんだけどひょっとしたら歌えるかもしれない。ちょっと歌ってみようか。前回も歌ったよ。歌ったっけ？先週も歌ったよ。ね歌ったよ。いきなり今日はねデビュー曲僕のねデビュー40これは3年前に作った曲をね東京トゥナイトっていうのでシングル版曲ですね。いきますか。東京トゥナイト今夜はもうBaby, good night, good night. Tokyo tonight, 俺の胸で Baby, good night, good night. Hey! 非常階段抜け出してきた名はマリア Tokyo tonight 古く悲しい映画のような二人のトラブ Tokyo tonight So baby 星も見えないけれどここはパラダイスビルの明かりが欲しさ Tokyo tonight 今夜も Baby good night good night Tokyo tonight 俺の目で Baby good night「だけの幸せ捨てた」「お前はマリア」「Tokyo tonight」「日の光さえ届かない部屋」「ここからゲットした」「Tokyo tonight」「いつかピクチャースきっとつかんでみせる」「Tokyo tonight 今夜はもう Baby good night good night」「Tokyo tonight 俺の胸で Baby good night good night」Baby, good night, good night. Hi, ということで、花原しろう東京トゥナイトをお届けいたしました。なんか少しずつ気持ちが良くなりましたね歌ってるのそれがやっぱいいことなんでねこうやって笑ったりね歌ったりするのがねいいのよ本当によかったですねいや本当にね最後にねいい話があってよかったちょっとほっとしたやっぱり前向きになれるよねそういういい話はねそう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 だからやっぱり自分の俺人一倍強いんだってねなんかね最初のがんに強いですねって言われた。そんな人聞いたことないよ。がんに強いっていうのはね。がんの先生から加納さんがんに強いですねって。がんをやっつけたからね。いやいや共にやっぱり自分の中の細胞だからさ、共に生きないと。共に生きるっていうのはね。ということでねお便りいきましょう。お便りいきますか。はい。ですねじゃあこれちょっとこれいきますかね。はい。これは江川さんです。江川さん、岡山ありがとうございます。加納さん、としみさん、鈴木さん、誠さん、こんにちは。こんにちは。寒いですが、皆さん体調は大丈夫ですか？はい、体調大丈夫ですね。大丈夫です。みんなね、元気です。おかげさまで。先週吉田よしこさんのライブに行ってきました。はいはい。ああ、よしこさんね、ライブのスタートが8時でしただって夜。スタート時間が遅かったせいか、なんとよしこさんは休憩なしで1時間半ノンストップで歌い続けました。いつ休憩するんだろうと気になりながらよしこさんワールドに引き込まれドリンクを飲むのも忘れていたことでした、今年は5月10日に初めてよしこさんのライブに行きました。2回も行けたことが夢みたいです、しゅんさんのライブも4月の岡山と10月の高松と、2回そして加納さんととしみさんまっちゃんにもお会いできたこと嬉し、すごく嬉しかったです。そうなんだよね、高松で初めてお会いしてね、こうやってラジオでねお知り合いっていうかいろいろメールとかいただいて、その方と実際に会うっていうのはなかなか、そうとってもチャーミングでね可愛い方でしたね。でも本当にねお会いできてよかったですね。夢が叶いました。11月にはみよかんさんのライブにも行けて、今年は音楽魂の皆さんのライブを配信じゃなくて生で見れたことが最高でした。素晴らしいね。今年も1年楽しい音楽魂をありがとうございました。元気をたくさんいただきました。かなおさん肺炎がよくなられますよう祈っています、慌ただしい年末、かなおさんとしみさんも鈴木さんも誠さんも、まっちゃんも体に気をつけてくださいね、では良いお年を、笑顔さんありがとうございます、いつもいつもありがとうございます。素晴らしいですね、その1年の締めくくりというとやっぱりちょっと22日っていうのは早いっていう気もしますよね。仕事納めとしては昔だったらさ、俺1月1日もやってからね、やったことあったよね。1月1日金曜日やってたから。昔はねだってこのコミュニティラジオっていうのはやっぱその災害とかそういうためのものでねずっとやってたんだよね。あれじゃない、働き方改革とかいろいろシステムも変わりまして、その働き方とかねそういうのもあるんで、一応正月休みっていうことをね今取るようにしてるんで、ちょっと早めのね早めですね。あとこれは高知のひろしです。ひろしですお世話になりました。高知でもねありがとうございました。かなおさんとしみさん誠さん鈴木さん今年もありがとうございました。かなおさんにとっては言うまでもなく大変な1年でしたでしょうが、その都度病魔を打ち払い、ゴジラのように雄たけびを上げながらずんずん前進する姿はなんとも頼もしい。前進する力はなんとも頼もしいです。番頭さんもウォッカ大活躍ですし、こうして皆さん揃って今年最後の番組ができることを心からお祝いいたします。年明けはね早速将軍様菊田俊介ですね、山本教授様をゲストに迎え光り輝いていますね。引き続きお体に気をつけて来年もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそねいろいろお世話になったりねしましたね。ありがとうございましたね。直接ねそれでまた高知も行きたいね。ねまた行きましょうよ。高知ね高知行きたいよね。みんな連れて行かないとね。そう連れて行かないとダメだよ。そうよ誠さんもね行こう行こうって言ったらねもうダメ。会いたい人には会ってないと。誠さんもお墓参りしてないでしょ。しばらくね。行った方がいいね。ご先祖様。本当本当。本当だよね。そうよ。いや誠さんのご先祖様が瓦職人だった。お城のお根川のすごいよねあれどうやって焼くんだろうね。あそこのお城のねなんか受け入れ方がすごくもうみんな自由に入れるからね。自然よね。自然ものすごく自然。で怖いけどね。怖い。いやでもね一番上に登ってさちょっと座ってみたのよ。畳があって畳はないよ。畳じゃない。畳はない。あれか板の間。そしたら風がさ気持ちがいいんだよ。だからどっからでも風がこう抜けるようになってね。で下降りたらね庶民は暑いの。本当暑いの。本当は。将軍様いい場所に涼しいところにやっぱりね。考えて作った。将軍様気分ってね上がってみないとわからないね。そう。であそこで。だから横になろうとか思ったらさ横にならないでくださいって書いてある。なるやつがいるんだねそれ。なるやつがいるんだ絶対いると思うよ俺。そうネタになるようなお城だ。いやもうあれねしゅんちゃんが登りたいって言わなかったら言ってなかったね。言ってなかったね。お城登りたいって言って。ほんならしゅんちゃん結構その歴史のものとかそういうの好きだからね。詳しい。知ってんだよ。長宗我部の話とかね。長宗我部とかねこのひろし君もすごい詳しいから現地のね二人で話してる加納さん。後ろの方からつまんない顔して変わった壁の話をしてるな変わった壁ってちょうど壁じゃないしもうさそのぐらいでしたね。興味ない人はそうよね。四国を統一したっていうね素晴らしい人ですよね。もっと勉強します。勉強してね。ありがとうございます。続きましてこれはね初投稿です。あきらさん、あきらさん、名前を読んでいいのかどうかわかりませんが、下だけ読みますがね、あきらさんですね。はいはい。今年最後の金玉ですね。としみさん、鈴木さん、かなおさん、代理の誠さん、代理、かなお商店の皆さん、はい。他今年出演者の皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。ラストは大いに賑やかにいっぱいライブをお願いしたいですね。はい。かなおさんも頑張ってくれてますね、はい、早期回復を願い、はい、復活に向けてかなおさんにエールをファイト、はい、ありがとうございます。そしてすみませんがお願いですが、としみさんの生歌をお願いしたいです。よろしくお願いします。来年もよろしくお願いします、はい、ということです。これは後ほど、ね、いや今行く行きましょうよ。ありがとうございます。あきらさん先週リクエスト来てましたね歌うのあんまでした。そうそう、早く歌って俺に歌わせてよ。いや俺本当なんか歌いたく、俺ね今まで生きてきて歌うのが辛いと思ったの今回初めて。だからほら息できないから。だから歌うのが辛いと思ったのがね、考えてみればもう生まれて初めてだったね。今まで楽しくしようがなかったんだけど。だからまたそれを取り戻そうかなと思って。松下さん、先週リクエストありましたね。じゃあお時間いただきます。はい。蕎麦屋。蕎麦屋行きます。チャルメラ蕎麦屋行きますね。これ岡山のね。はいはい。先週ね江川さんからいただいてましたね。行きますか。はい。せーの。皆さんお蕎麦はいかが。同じみチャルメラ娘。細ながらも楽しいチャルメラそば屋でござる。お先輩一ご機嫌、ほら危ない一人足、はい一丁上がりをつるつるつる毎度ありお待ちの。さて東京名物はおなじみチャルメラ娘、新宿浅草上野新橋ガラガラ流すよ屋台のチャルメラ蕎麦屋でござ蕎麦屋お届けしました。これはね、美空ひばりさんの歌ですね。若い頃に、まだ子供の頃かな。そう、ボビー・ノートンさんというボビー・ノートンさんの作曲ね。そうなんですね。ひばりさん歌ってね。この本人も歌ってるね動画を見つけました。そうそう、完璧ねカントリー。かっこいいね。全編ね。もちろん英語で歌って。これを蕎麦屋にしたのが面白いよね。ガラガラこの屋台っていうのが珍しかったんだな。屋台の蕎麦屋っていうね、最近ちょっと見かけなくなってもないよね。いないんじゃないですか。いないね。たまに石焼きもやみたいなのがね。ああ石焼きもね。夜泣きそばって時代劇じゃない。大体見るの。夜泣きそばって時代劇の蕎麦屋の。ああそれもあったけど俺結構行ってたよ。九州はさ。九州はまあ屋台やったけども俺麻布とかに住んでた頃はさ、来て前毎晩来てたのよ。だから10番のトンネルのとこあるじゃん。はいはいはい。第八そばじゃない？あ、違う。なんか来てたよ。六本木に第八そば。そこいつも楽しみに食べに行ってたよね。へえ。うん。そう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 。屋台行ったことありますよ。まあ、松さん絶対ないでしょ。ある？なんかあるよ。あ、じゃあなんかある。ただ今観光地化されちゃってさ、ちょっと高かったりするんだよね。九州私ね、一回行った天ぷら屋さんに、それ1万円くらしたら。本当？なんだよ。ぼったくりじゃねえのって。ぼったくりよそれ。だって屋台だから安いと思うじゃない。うん、普通はね、思ってたんだけど、やっぱりだんだんそういう風になってきたね。築地もそうじゃん。あ、築地はもう外国人今外国人だらけだから観光地もう本当にすごいで、ブルームで終わったらさ、俺寿司屋行ってたのよ。安かったから店にね、そう行ってたんだけども、べらぼうな値段になっちゃった。高いんだ。3倍。そんな倍じゃない。びっくりして、なかなか行けないなとか思って、この俺たちみたいな庶民はさ、店の名前言っちゃいけない。言っちゃいけない。もとい時を戻そう。いや3倍なんてもんじゃない。いやあんま変わってない。あんま変わってないな。人が変わった。でも味は好きなんだよ。うん、変わった。味は変わった。いやでもそういう時代になるかもね。日本人がやっぱりだんだん少なくなって、やっぱり海外の方がいらっしゃるっていうのはいい部分もあるんだろうけどね。どうなんだろうね。どうなんでしょうね。あんまり良くないと思うよ。私もね、なんでインバウンドインバウンドって言い出したのかなと思って、観光で今まで食べたわけじゃないよね、日本ってね、という気持ちはありますが、ちょっと行きましょうか。なんかラジオネーム音楽革命、音楽革命さん。音楽革命さん。はい。あれはメールが来てるんじゃないの？メールも来てるよ。これ先メールから先行こうかな。はい、それ。もうどっちやね。どっち？こっち。どっちこっちってね、今。メール。こっち。指さす。海外のメッセンジャーのね。ごめんなさいね。音楽革命さん、後ほど。はい。ですね、これはつとむ高橋さん、いつもね、今年も1年お世話になりました。ありがとうございました。大山 USA チームのね、主犯ですね。はい。加納さん、松下さん、誠さん、鈴木さん、こんにちは。日本との時差14時間で、でも気温は武蔵小杉とほぼ同じのアトランタから、今年最後の音楽魂にメッセージです。なるほど。はい、今年は加納さんの手術、番組お休みなどかなり驚かされてしまいました。はい、すみませんね。ここに来て加納さんの肺炎の影が薄くなっているというグッドニュース、本当に何かに守られているとしか言いようのないこの事実。年末に加納魂炸裂ですね。はい、先週の放送ではいきなり加納さんがいつもの勢いで歌い出したので嬉しかったのですが、無理しないでくださいと思いながら聞いてました。そうなんかね、本当俺人の言うこと聞かんで無理ばっかりするとみんな思ってるんだけど、違うと、少しは。いやそうね。なので本日あえて音源リクエストします。音源リクエストは期間限定でしかリクエストできないハッピークリスマスをリクエストします。ハッピークリスマス、僕の曲ですね。これはね、徳間ジャパンに、エピクソニーから徳間ジャパンに移った頃だから、まあ30年ぐらい前かな。その時モーターズっていうバンド組んでて、まあメンバーはドラム石田一郎で、ギターの川田紀秀で、あと金尾義郎とベースの熊谷健二の4人だったのね。その中の CD の中から、クリスマスの唯一歌がありますね。ハッピークリスマス。It's alright, it's alright, it's alright. 回り出したレコードから聞こえるよララバイ寄り添うはい、ということでですね、アトランタの努高橋さんのリクエストをお届けしました。ハッピークリスマス金尾義郎っていうかモーターズでした。ですね、これは若いな声がね。でもこの曲いいよね。いい曲。これ今聞きながらね、松下さんなんて言ったの知ってる？いやいや、なんて何。まだ心が綺麗な頃だ。あ、いや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 。汚くて悪いな俺は。いや、そんなこと言ってません。汚れ腐った金尾義郎です。そんなことは言っておりません。ね、まあでもね、声ってそういう風にな感じがするけど、これまた再発すればいいのに。まあ売れてないし誰も知らないからね。だから誰も知らないハッピークリスマスソングとかタイトルを変えて、そんな寂しいタイトルないだろう。いやいや、そうだ、ダメかな。どうでしょう、マコさんね。サブタイトル、それはちょっとサブタイトル。あ、でもね、さっきね、ちょっと読みかけてごめんなさい。ごめんなさい。音楽魂命ですよ。はい、ありがとうございます。あ、これは清水佳代子さん、革命じゃなくて音楽魂命。はい、金尾さん、誠さん、俊美さん、鈴木さん、こんにちは。はい、こんにちは。朝晩寒くなってきました。皆さん体調は大丈夫ですか？はい。特に金尾さん、インフル、風邪、コロナ、どこで感染するかわかりませんが気をつけてください。そうですね。やはり1年は早いもので、今年最後の音楽魂ですね。あっという間に1年。今年は金尾さんにサタンが近寄ってきましたが、カニパワーで吹き飛ばしましたね。気力、体力は本当に素晴らしい。それも短期間でやっつけてしまうなんて、ドラマの主役、何があっても絶対に死なないみたいです。そう、なんかね、俺ちょっとひょっとしたら映画あったじゃん、ダイハード。決して死なないっていうね。ダイハードなんでね。これでね、あれが消えちゃったらさ。そうですよ。ね、地でいきますね。なんだっけ、肺炎がね。苦難を乗り越えてますます強くなったと思います。油断せずゆっくりと年末年始を送ってくださいね。そうですね。ちょっともう運動とかもね、ちょっとリハビリとかもまだやりつつ、ちょっと歌の力をつけていきたいと思ってます。はい。としみさん、誠さんにとってはどんな一年でしたか？誠さんどうですかね。普通だったね今年。でも普通ってすごいことよね。こう見てるとね、普通に過ごせるってことが素晴らしい、ね。だから誠さんはね、そのなんだろう、そうなんかいやあれはずっとなんかこう変わりがないよね。であんまり辛いとこ見せないし、辛い時も知ってるんだけど、そういうのをこう俺はねすぐ言っちゃうからね。もうラジオで言っちゃうからもう。辛い時。あっちが言った。どこが痛いここが痛い。でも可能性ない。誠さんは今日ライブね。ペンギン、今日のその話をじゃあ、すごい T シャツ、今日でもラストなの？今日ペンギンラストです。今日ペンギンのラストか今年ラストかどっちなの？ペンギンのラスト。そうなんだね。もうこれで終わり？どこですか場所は？場所は西荻窪の寺。寺ね。そうです。今日じゃあ皆さんぜひラストライブということになりました。ラストライブなの。配信とかもするの？配信はない。配信はしないね。あ、本当に？ペンギンって樋口さんなんですか？ドラム。もともとはだからもう40何年前。もうそんなに長くやね。82年ぐらいです初代のペンギンは。あ、そうなんだ。それは俺と樋口正幸とチェピート竹内ってトリオだった。へえ。あ、そうなんだ。そうそう。それが初代ペンギンなんですよ。あ、本当に？でそこに大浜さんが加わってキーボード。ああ、じゃあ5人になって、じゃあ長いですよね。結構長いですね。でほらチェピートが途中でいなくなっちゃって、で正幸もね亡くなって、だから本当初代としてのペンギンとしてのもうメンバーはね今残ってないんですよ。まこちゃんしかいないんですね。それでまこちゃんが決めたの、もうラストにしようって。あ、そっか。俺もうやめるとかっててかもういいよ。いやいやごめんね。てかね、もう俺自身他のペンギンだけじゃなくて他のライブももう全部やめようと思ってるから。少しずつね、この前もねおっしゃってましたよね。今年いっぱいでやめる。でただまだやりたいことはやるでしょ。選んでというか、まだやり続けるのもあるけど、ほぼもうライブはやらない方向で動いてます。お家でライブはずっとするの？うちでどうかな。何よそれ。いやお家でやってまた飛び出してくる。いや俺もうあれさ、最近この間言ってさ、あれ俺絶対できないと思うんだけど。やってみたらいい。携帯でさ、携帯見ながら。もう見えないから。こんにちは。どうも2つのことはできない。俺は無理なんだけど、人がやってるの見てると楽しいな。あれ楽しい。俺はだって呼ばれた人は見て楽しい。いや呼ばれた方が俺はできないけど、でもメッセージくれるってね、見てくれてメッセージくれたらやっぱりねちゃんと返事したいじゃん。それはそれがあれなんだね、人気の秘訣なんだ。俺無理だもん。今更悟りましたから。じゃあ元旦やってみる。いやだってこの間俺このパソコンに手振ってたんだもん。ありがとう。ここじゃないよ。カメラで。あと途中になった。リクエストはお任せいたします。あ、クリスマスが近いので少しだけクリスマスソングを歌ってほしい。あ、今ねかけましたね。ハッピークリスマスね。早いですがメリークリスマス。そして良いお年をお迎えください。来年は笑って皆さんにお会いできることを楽しみに。清水さんともね会いたいよね。清水さんもねちょっとがん患ってらしてね、今ちょっとあれですね、頑張ってますよ。頑張ってね、治療中だと思いますけどね。音楽魂命、清水佳代子でした。ありがとうございます。1年間お世話になりました。ありがとうございました。続きましょうかね。皆さんこんにちは。雪がまお博多です。マジか。九州はね結構雪来るの。そうそう積もってたよ。すげえな降ってたね。それでも年末には予想最高気温が18度くらいまでになるらしいからわけわかんないです。わけわかんない本当ね。先週の放送も楽しめました。はい、ありがとうございます。水拳ハモニカさんがいきなりあげんおらびよって大丈夫かいなって言ってました。しげい君ね。そう、私もそう思いました。自分のことは自分でもわからないし、自分の経験から本当に自分の体に耳を澄ませることって大切だと思います。加納さんに限らず皆さんも気をつけて生活していきましょう。今日も誠さんを交えた懐かしの金玉の空気感も楽しめますね。リクエスト加納さん、ウォーキングオンザストリート。それに誠さんにもLand is Born の歌が聴きたいですけど、いつも通り何でも OK です。ありがとうございます。こちらはようやくツアー仕事も一段落してきて、うんうん、年の瀬はゆったり過ごそうかと思います。あ、それがいいと言いながら、明日は10年以上ぶりに、うん、下道の加納さんに会いに行く予定ですけどね。三木さんもお疲れ様でしたよね。いろいろね、1年間ね、お疲れ様でした。いろいろ来年お世話になるんですよ。ああ、そうかそうね。年明け早々じゃない？そうね。いつだの？1月の博多は覚えてない。ちょっと覚えてない。僕のねホームページとかいろいろねスケジュール出てます。スケジュール出てますんでね。九州方面に行くんだね。行きます。博多。博多、久留米、佐賀、いいですね。いいね。俺も来年はね、帰りたい。ちょっとちょこちょこっと行こうかなと思う。鹿児島行きたい。は？鹿児島行きたい。なんでいきなり鹿児島？鹿児島行ったらもう全部制覇なんです私。鹿児島県だけの。あなたひばりさんとのツアーでしょ？いや全部他にもあるよ。あ、そうなの。堀内恵美ちゃんとかいろいろ行ったけど。鹿児島県だけ行ってないから何としてもね、行かなきゃ。なるほどね。じゃあ三木さんのねゲストに誠さんとするのは初めてかもしれないけど、はい、ウォーキングオンザストリートを、ご紹介しましょう。はい。はい、博多のミキさんのリクエストの答えたちは僕のシリーズ。いい曲じゃない。いい曲じゃね。これまだレコーディングしてないんだよね。あら、しましょう。してないです。しようしようしましょうね。しよう。これは候補に入れてもいいじゃないね。そうですか。ありがとうございます。爽やかな。はい、とっても爽やかな。ということでね、博多のミキさんのリクエストの答えしましたけど、あ、以上ですか。はい、お便りはね、はい、以上ですよ。あ、歌うのいいね。歌えるって幸せで、幸せね。俺こんな幸せだと、がんになってね、悪いことばっかりじゃないんだよ。いいこといっぱいあったからね。うん。っていうかね、それをね、ブログとかで上げていくこと。みんなほら、ちょっと割と悪いことを割と上げることが多いけども、なって本当に良かったことってある。いっぱいあった。気づき。うん、気づきましたね。ただ性格はあんま治んない。バケツのカニの。でもそれ性格も少しこうなんかスピードを落としてゆっくりできないか。カニの爪1個ぐらい取らないとな。そうそうそう。俺先生に言われたもん。歌うこともいや、肺炎ってきついから歌えないじゃん。でも歌うこともある種のリハビリ、で、まあがんもそうだけど、だそれはダメだと思ってちょっと落ち込んでたんだけど、まあ肺呼吸をしないで、肺呼吸、腹だけで呼吸したらいいわけ。胸じゃなくて、そうしたら楽になるから、まあそればっかりちょっとやってんだけど。まあでも歌ってる時はね、みんなずっと俺長いから腹式はできてるんだけど。肺が悪い時の腹式と違うから。そうでしょうね。だから歩いてて、走ってるぐらいの呼吸の仕方がかかるのよ。負担が歩いてても。だから歩いてて呼吸を意識しながら歩くことないじゃん。俺はもう意識しながら空気を入れながら歩くっていうことから今始めてるんで、それもね一つ勉強になったしね。いろいろ勉強になりましたよ。本当ですね。大人になったよっちゃん。ね、今日可愛いね、これクリスマスだから。クリスマスだね。俺クリスマスのね思い出があんまりいいことがないのよ。俺商売やってたから。でもクリスマスってさ、この業界の人ってみんな仕事だよね。だいたいクリスマスに暇な人はいないと思うけど。私も明日ねクリスマスでね一曲歌わせていただく。予定は明日はね、丸山恵子さんのライブで一曲だけ一緒に歌わせていただきます。どこで？四谷のね、四谷三丁目だったかな。お店の名前なんだっけ。お店の名前忘れてる。天なんとか天。この辺に出ますよ。この辺に出ます。暗転。というところ。あ、そうです。はい。暗転。あ、暗転だったねなんか。館内にもあったの。本当。丸山恵子さんだけその時その日は。あ、丸山恵子さんとお仲間たちっていう感じ。あ、そうなんだ。で、後の方ヌッキーさんっていう。あ、そうなの。二人組の方と。なるほど。でみんなワイワイガヤガヤっていう感じでクリスマスライブ。あとはなんか。僕は今ライブちょっと切れないんで、24日はいろいろライブもね来年になったらやりたいんだけども、一応もう体の目処がついてきたので少しずつね。24日は菊田信介さんは蓮田でやります。前一緒にいたじゃん。蓮田ね。行ったね。で25日もこれはね早瀬久美さんって女優の久美さんのバースデーライブで、それもお呼ばれしてで補欠だけどね、歌う時間があればお願いしますみたいな感じだったけど、分かんない。行ってみないと分かりません。早瀬久美さんって若いよね、いつまでだ。そう、俺は男だのマドンナ、あ、知らないか。そうです。いやあれ森田健作。そう。あの人が。あの人、若いよね。久美さん、若いし可愛い。全然変わってない顔がね。美人来てほしいね、ラジオね、呼んであ、歌うでしょ。久美さん来てください。そうよ、ライブやるぐらいだから。あ、そうだ。てください。そう、私もラジオお呼ばれして一回ね出していただきました。本当、もうほら松下さんも今芸能人だから。はい。違う。俺は肺炎だ。すいません。肺炎のカニ。いいじゃない。カナオさんもクリスマスやればカナオヨシロと不愉快な仲間。誰が来るかってね。不愉快な仲間たちの。いつものメンバーしかいなかった。面白いな。カナオヨシロかも。不愉快な仲間たちいいね。それいいね。来年ね。じゃあ私の青空歌って今日はお開きにしよう。本当に1年間お世話になりました。皆さんねありがとうございました。皆様良いお年をお迎えください。ということでね、皆様の健康を祝しましてですね、私の青空。祝しましてですね。ちょっと待ってね。シャープで。私の青空ってさっき見たいけどね。あれ？どっかにありますよ。なんか来年はね1月5日から放送です。1月5日は菊田俊介さんがゲストにお迎えします。新春第1弾よろしくお願いします。いましたか？いいですかね。行きましょうか。大丈夫。ということでですね、ちょっと暴れるカニ。よかったカムバックできて。ありがとうございます。本当にね1年間お世話になりました。また来年1月5日お会いしましょう。皆様良いお年をお迎えください。お相手は松下俊美と渡辺武史、高橋誠、金尾志郎でございました。See you next year. しいあの人は今はない。